皆さん、おはようございます。小野坂まさやのニューヨーク TV 始まりますよ。オープニング終わってからにしましょう。皆さん説明しますとですね、前回ニラクセ、ニラクセキャット&チョコレートっていうね、あのゲームをやったんですけど、そこで僕が一人負けして、今日の、撮影は僕が、デートの前なのに餃子を食べてしまったっていうキャラで通すっていう設定になってます。いやこれマジこんな臭いやつデート前やったら最悪やで。よろしくお願いしますね。本番だよ、ということでね、始まりますよ。本番だよ、ね、あれ今日はね、あれ匂いしなくなった。あれ今日はね、なんでなんで先週にわたってえなこさんにね、はい、来ていただきまして、ね、はい、やろうと思いますけど、ちょっとどうしたんですか。何もないですよ。大丈夫です。何なんかすごい臭かったのに全然匂いしなくなりました。そうですか、はい、じゃあ今回もね、えなこさんに来ていただいて、そうですね、ゲストということでね、今回も前回はね、はい、どうでした、トーク力を鍛えるっていう、うん、あのゲーム、カードゲーム。そうですね、うん、まあその目標を忘れるくらいすごい楽しかったんで、うん、まあ、トーク力上がったかわかんないけど、うん、なんかえなこさんどうしたの。いいよ疲れてるのかな。大丈夫、全然なんか楽しかったからいいよ、うん、って思いました。あ、本当、僕らもね、楽しんでもらえてよかったです。そうですね、はい、そう、どうしたの、ね、何もないです。まあ、歯抜けた。大丈夫。さあ、というわけで今回は、何をするかというと、いくつかゲームを用意しておりまして、で、それでえなこちゃんにその中からゲームのタイトルを選んでいただいて、3人でゲームをやっていこうという回でございます。やっとなんか YouTuber らしくなってきました。そうですね、はい、じゃあ本編を、とりあえずオープニング終わって、はい、オープニング終わって本編でゲーム決めましょうかね。そうですね、はい、じゃあオープニングいきますよ、はい。なんか匂ってきた。臭い。ひどい。やべくす。さあ、というわけでね、早速ね、ゲームやりたいんですけども、はい、いろいろ用意したんですよ。なので、えなこちゃんが、はい、これっていうのを言ってくださいね。雰囲気言いますか。雰囲気を言う。どういうゲームか教えてください。そう。まずは、なんか匂ってきた。どうしたんですか、皆さん。なんかちょっと臭いな。こっちが臭い。臭いな、なんか。大丈夫だと思います。大丈夫。お風呂入ってるよ。そっちの匂いじゃないけど。餃子ですから。餃子食べたんですか。いや、食べてない。餃子食べたんですか。いや、だって YouTube やる前に餃子なんか食べるわけない。ちょっとごめんなさい、声がこもって聞こえない。何ですか。声がこもって聞こえない。もしもーし、声がこもって聞こえないですよ。いや、聞こえますよ。聞こえない。小野坂。はーい。あー、来た。なんかこの部屋、ちょっと窓開けて、窓開けて、やばいよこの部屋。確かにカードを選ぶときに、ちょっとお釜とかそういうのを選んでくれる。あのね、そういうカード全然なかったからね、しょうがない。自分で引いたからしょうがないですよ、やばい。あなたね。みんなで対戦がしたい、はい、みんなで協力がしたい、はい、敵を倒したい、はい、みんなで転がりたい、この4つを。ちょっとえなこちゃんがえなこちゃんのイメージできないから、ちょっと分かりやすくやる、はい、分かりやすく、うんうん、まずみんなで対戦がしたい、うんうん、怖っ、はい、みんなで協力したいは、協力したい、どんな感じ。おいうるわお前、おいこれ。なるほど。協力してなくないですか。なんかこう、ドラムかなんか叩いてたり。そして、みんなで敵を倒したいのは、ピション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 、これはオラっていう感じね。ピションピション、1個目と2個目は同活してたけどね、両方。怖い。何があったんだろう。はい、で、みんなでふんわり転がりたいのは、あの人さ、ちょっと情緒不安定だね。ねえ、やれって言うからやってんでしょ。それはカレーから来るもんなの。やれって言うからやってる。年齢的にちょっとそ、年齢的にこうなってたんだったらもうやばいわ俺。やばい、だからやばいからちょっと心配してるんですよ我々は。そういう心配いらんねん。いやだって YouTube やからやっとるだけ。めちゃくちゃやからさ。ああ、分かった分かった、仕事やからやってるだけ。でも仕事だから、ね、なんとなく雰囲気は分かりました。えなこちゃんはどれがいい。やっぱり
そう、ほぼ初対面で、うん、あの、いがみ合うのは良くないですから。あ、なるほど。ドラム？おい！何？とにかく取り切りの知らんか、知らんか、すいません、私まだ知らんか、なになになに、みんなで協力したいってことね。はい、協力したいやりたいの。一番おすすめじゃないですけど。じゃあ買います。いや、やってもいいよ、全然やってもいい。本当ですか？何本やってもいいんだもん、うん、時間が許せる。じゃあとりあえずそれやりましょうじゃあ、小野坂さん、タイトル教えてください。タイトル、みんなで協力したいは、はい、みんなで料理したいということで、オーバークック2です。えぇ、バンザじゃない。オーバークックや。これは、素材を切ってる時の動きでした。ドラム、これはドラム、自分があるの。フライパンをこうやってる時の動きです。とにかく飛び切りのビショウジョさん。なーです。今から決めるんだよ。いや、もう決まってるよ。今から決めるでしょ。今入った順だから、適当に多分入ってっていう感じだと思う。今、えなこちゃんのが聞いてるんじゃない、うんうん、俺たちも聞かないから、うん、1人ずつ選んで OK にしていったら、今、どれを選ぶか。ちっちゃい、あ、これですか。バツボタンだよ。あ、俺緑だ。俺黄色だ。これで顔を決めてください。ネズミにしよう。決まっちゃった。なんで今押したでしょ。シェフを選択。もう一回バツをしてくれる？ごめんね。ごめんね、強い言い方して。まだ選んでるからね。よかったよかったよかった。ユニコーンとかいるよ、ユニコーンとか。ほら。アザラシ。パンダ。また来ません。また来ません。ちょっとじゃあ。ひなこちゃんも罰をしてくれる。シェアをしてまたいいもん。もう一回選びたいですか。選びたいね。何、わざとやったのかな。じゃあ行きますよ。え、こんな風になってんの。いいタイムは、え、あ、王様、王様、あ、喋ってる。よ、ケビン。ケビンって誰や。あ、犬か。ケビン。あんまりあの字は読まないタイプのゲーマーなんだね。そうなんですよ。そうなんですよ、うん、これストーリーやから。バン、うん、何聞きたい。この収録機には声優さんがやってるから、こういうところが見せ場のやつだからね。、うん、ちょっと遊ばしてあげて。はい、わかりました。大きいぶ。イーストキンで芳醇でクリーミーなおのごとく、ネルネルネルネみたいな最初の読み方。次にコンイコーマゼイ、そしてネル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 。もうパンじゃんこれ。木横に濡れた布巾で覆う。はい。おお、パンを作るってこと？最初。うん、パンなんだね。今日全然ちゃうね、なんか。そして膨張させる。うん、どうなった？あ、パンなった。パンなった。あ、パンや、パン。あ、パン。あ、あ、あ。え、なになにこれ。何膨らめ膨らめ、あはははは、どういうこと。どうした。いやいやいや、まさかこんなことがありえない。これはあ、ゾンビブレッドじゃん。どういうこと。このゾンビブレッドを倒していくゲームなんですか。わかんない。ほんとね、2になった瞬間に僕たちわかんなくなってる。多分今回これゾンビ。あ、始まっちゃう。いきますよ。自分の見極めてね。はい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 。まずはレタスがあるから、もレタス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 、はいはい。レタスどうすんの。レタスを持って、それをまな板のところに置くのね。はいはい。皿ここね。うん、はい。あ、レタスのところに何やっとんじゃんお前。重ねてよね。レタスのところに何やっとんじゃん。ちゃう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 、これ重ねてじゃなくて皿持ってこい。皿3つ必要。レタスばっかり持ってこんな。皿を持ってこい言うとんねん。皿を。どけ邪魔やな。邪魔すんじゃん。皿、皿、皿、ここ、ここ。そうそう。皿を、そう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 。皿を持ってこいって。この、誰やこれ、誰やこれ。このキャベツいっぱい並べてんの誰やねん。結局。どうしよう。トマト、トマト。トマト、トマト。トマト切ったよ、トマト。そう、あの、そっちにやってますね。上の人が材料、上の人が材料を切るから、下の人は
そこになんか料理を重ねてってもらってもいい？で、これで完成ですね。難しい。いやレタス、トマト、キュウリ。どうしよう。あ、トマトはあります。レタスのところにトマト。はいはいはい、レタス。はい。トマトを上に置いていただけると。ここですね。置けない。あれ、え、あ、多分一回お皿に置いたのは出せないんだ。なるほど。トマトを新たに一つ切っていただけますか。これが荷物が多すぎてもうあかんやん、これ。もうやることが、できることが、あ、これはもうダメか。その皿は最高のシェフだわ。あの食欲を制する。あしとケビンがあの化け物。もう少しオムレットじゃ。ワン。すごいワンすごい待ってくれてる。おお、そうじゃった。フードトラスト、うん、どうやらこの王国の部屋。ふたましの車に乗って。おい、了解し。OK。よし、王国を助けるぞ。おお。これでやっと車を手に入れたのね。うん、車手に入れて今から行くわけ。こっちに。いや、私も運転したい。嫌だ。一応私も運転したい。みんなで運転するからもう言うこと聞いてねえんだって全然。1-1に止まってボタンを押してくれよ。1-1に。なんでそっち行くんだよ。俺は立ってない。違う、そっち行っちゃう。ちゃうねんな。どこ行ったんねん。俺は立ってないよ。ちゃう言うてんねん。そう。なんでそっち行くのよ。そっちちゃうのや言うてんねん。そっちちゃう言うてんねん。そっちどうなってんねん。ご飯できてへんですよ。排水溝に行きました。ご飯は待って、火事です。火事です。火事。